皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですねミラーパート2ということで、ちょっとですねパート1のコメントまだちょっとすいません読めてないんですけど、続きからやっていきたいと思います。やっぱねちょっと撮影のねいろいろ金もあってね、ちょっとコメント読めてないが、まあやっていこう。あーそうだね、こっからだったね、懐かしい。もうやばい、懐かしくなってきた。でさ、徐々にカビキシャ思い出したんだけどさ、確か木の板ってさあれだよね、確か襖のとこに、やばいまたなまった、襖のとこにあったよね。なんかねここら辺にあった思い出がねあるんだよね。あったあったあった、中を調べようか。ん、怖い、ちょっと怖い。あーびっくりした。ん、これは木の板？結構丈夫そうだな。そうだね、よし。うわっ、に兄さんも探したんだよ。ちょ兄さんどうした、黙んないでよ。おー悪いね、なんか押し入れに入っていく姿が見えたもんだからさ、何してんの。ムカムカ、何してるのじゃねえよ、こっちとらお前探して。そうだよね、あみんなごめんね、なんかあのだいぶのんびりした実況になりますがお許しください。そういえば兄さん一人家が停電しててさ、電気つかないんだよね。なんか壁に染みできてたし、あれ何いたずら。俺は一人だけど、俺もみんな探しててさ、なんか廊下の先に、あええ誰かいたの、え誰かいたの廊下の先に。他の松、そうだよね、兄さんは探検したいだけでしょ。あーでも当てにならないし、まあその情報を信じてあげるよ。まったく可愛いんだから、よしじゃあ探検行こう。ではおそ松兄さんと二人パーティーですね。ツッコミ系オタクさんなんとカリスマレジェンド少男たまらねえ、たまらないので一回セーブして、もう何もないんですね。こっち側は開くのかな、こっち側からは開かない、なるほど。じゃあ先に進んでいきましょう。よしですね、この木の板使えそうだね。よし足場にしよう。うわいやー、びっくりした。左は何もない、じゃあまっすぐ進みましょうか。よいしょ、あーいいですね、あーミラーって感じの雰囲気。とりあえずみかん食べて、え血まみれな、血まみれ食べようかと思ったけど、いや、やっぱやめた、やっぱやめた。殴り書きにされた目も、はい。それはとある夏の日だった。誰もいなくなった家を飛び出して一人町をさまよう。なぜか町には一っ子一人おらず、いつも賑やかすぎる商店街も知らない世界のようだった。すごく滑舌がいい僕だ。探さなくては足は勝手に動く。まるでその先に探し求めるものがあるかのように、俺は知らない、知らないはずだ。この世界が何度も繰り返されている夢の中世界でも、なるほどなるほどなるほど、すごく楽しい、すごくた、うぅ、待って、ちょ怖いから一回出る、ちょ怖いから一回出る。消えたよね、もう一回入ろう、もうやってらんないもうやってらんないんだが。この鏡は普通の色か、触るな。うっ、なんだ、え、あこの鏡どうしたの。いや怪我したら危ないだろ、古そうだし割れるかもしれない。そうだな、あ本当だ、ありがとう兄さん、かわいいな。よしじゃあちょっと棚も見てみましょうか。棚も何もないですね。ちょ人形触るのが嫌なんで掛け軸をちょっと拝借しまして、あこの先にはいけないな。でも一応なんかフラグっぽかったから触っとこ。もう何も起きない、もう何も起きない。えこれ落ちる、落ちない、怖えな。てかさ兄さん、なんでこんなところにいたっけ。そうだよね、この寺誰も住んでないっぽいし。まあ探検、未知の世界へ探検するのも男のサガだろ。いいね、かっこいいよ。うわカラマツみたいなこと言わないでよね、やめてよね、まったくそういうさ。あちょっと顔怖い。家帰ったら兄さんも片付けしてよね、暗くてあんまよく見えてないけど結構汚れてたよ。分かってるって、みんな見つけてからな。はーい、セーブをしますか。します、します。おすすめされるのであればします。人には従います、長いものには分かれます。よし上に行こう。なるほどなるほど、またミラーがあるんだな。になんかあるかな、他にアイテムはなさそうですね。人形大丈夫、じゃあここに座ってまたみかんでも食うか。ちょっと文字はなんかある。おここは誰も住んでいない廃墟だった。聞いたことがある、鬼の住む寺があると。その鬼はまるで鏡のように本物そっくりに偽物を生み出す。彼らについていってはいけない。まだ引き返せる、まだ助かる。そう思っていた。だが重く冷たい扉は二度と開かれることなく、鬼からいつまでもいつまでも逃げ続けなければいけないのだとした。今日めちゃめちゃ滑舌いいな、このペースでパート3まで撮ってしまおう。この鏡は普通の色か、猿な。あまた怒られた、ごめんお兄さん。
そうだよね。ごめんごめん。あんま触るのは良くないね。セーブを勧めされたから、セーブをもう一個しておいて、もうファイル7までありますね。よーし、先に進もうじゃないか。よいしょ。お鏡だ。ね、なんかこんなとこにあると気味が悪いね。調べてみますか。調べる、調べてはいけない。調べよう。ただの鏡だよね。え、何も起きないの。いやー、声、ちょっとダメな気がしてきた。ちょっと怖くなってきた。お、いろいろ光ってる。てんてんてん。どうしたんだ。いやー、みんな元気かなって。なんか急に心配になってきた。あー、なるほど。そういうストーリー進む系ね。ん、メモがあるみたい。どれどれ。丸月三角日。やはりあそこは隠し通路があるみたいだ。何も食べ物を与えていないのに、一向に痩せ細る気配がない。あそこはダメだな。仕方がない。一度中庭の使っていない井戸に移すとしよう。あ、ちょっと覚えてるな、中庭の井戸。最後ね、なんかおそ松兄さん操りながらそこ行った気がする。あそこ一度落ちると二度と上がってこれないからな。これで一安心だ。いいぞ、なるほど。もうやばい、ちょっとこ怖くてちょっとカミカミになってきちゃった。ごめんね。よし、じゃあ先に進みましょうか。よいこらしょ。待て、中庭のさ、話してたでしょ、今。中庭の方行ってみようよ。あ、こっちまだ行けない。ここね、確か中庭にね、通ずる部分だったんですよね。鍵が閉まってるのか、まだこの状態だと。なるほど。ウェイ、ウェイ、怖いな。で、ミラーね。普通の色か。これも触っちゃいけんのね。ごめんな。他にありますかね、何かこう。なんか欲しい。でも何もないな、特に。これといって特になさそうだな、この部屋は。じゃあ一回出て、もうちょっと先まで歩いてみましょうか。お、なんだ。ね、びっくりした。ねえ、兄さん、あれ、兄さんどこ行った。ない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 。来やがったな、あれ。化け物。ちょ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 、逃げなきゃ、逃げなきゃやられる。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。どこかに隠れなきゃ。押し入れだろ、押し入れだろ、押し入れだろ、押し入れだろ。あ、こちら、押し入れだろ、押し入れだろ。よし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 。もう、大丈夫かな。大丈夫？大丈夫？これ何？木の板。また木の板だ。これさ、ゲットしてあの怪獣転ばせるっていうのも手だったよね。ここは特に何もないですね。このミラーは？ここもミラー何もないですね。じゃあ、セーブ一回して。もうちょっと先まで行きましょう。で、ここですね。よいしょっと。怖かった。怖かった。よし、先進んで。おー、また一旦外に出る形ですね。もう一回中入りたいな。雨降ってるし。お、ラッキー。古びた鍵。あー、これか。おっ、おそ松兄さん、どこ行ってたんだよ。悪い悪い。ちょっとな。それより、ここなんかいるよ。そうそうそう、黒くでかい化け物が。早く出た方がいい。まだみんなを見つけてないだろ。出るのはそれからにしようぜ。まあそうだね、あいつらがいることをみんなに伝えなきゃ。鍵あったんだろ、先に進もうぜ。だな、先に進もうか。雨なのにさ、外歩かせるってさ、かわいそうだよね。ムツゴがかわいそう。怖かった。ちょ、怖かった。で、多分下ですね。中庭に続く方なんで、多分こっちだと思います。よし、来たー。ちょっと怖いですね。これより先に行くのが。よいしょ。まず右に行ってみましょうか。だいぶね、キリいいとこまで来たんですけど。お、なんも起きない。なんだこれ。あー、ここも開かない。こちら側からは開かない。いや、ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。ここら辺もね、何かあるかちょっと見て。下に襖があるくらいですね。お布団以外に何もない。で、下に行くと。あー、なるほど、なるほど。で、上が行き止まりだから、下に、これなんだ、この掛け軸みたいなの。ちょっと心配だな。で、行って、だとするともうちょっとですね、多分。で、とりあえず右はもう見終わったっぽいんで、ここから多分中庭イベント発生するんでね。ちょっと左に行って、ここは入れない。ここ入ってみましょうか。
松の木の下、ああなるほど、ってことは松の木の下に行って鍵を拾って左を開けるっていうことですね。なるほどなるほど。じゃあパート2はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はですね、松の鍵を拾って左の部屋に入って終わりたいと思います。左の部屋に入って終わったら早いね。左の部屋に入って進めたらなと思いますので、ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。では以上 MG でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。